アナウンサーにとって AI とはっていう、そしてこれからの層、アナウンサーにとってのこう、AI 論というか、NHK の福井放送局に入られました。はい。ここなんかどうですか。そうですね。NHK で担当させていただいたお仕事としては、はい、夕方の報道番組のキャスターですとか、うん、あとお昼の情報番組のキャスターを主に担当させていただいたんですけども、はい、まあ、それ以外にもですね、うん、実は裏方の仕事もたくさんさせていただきました。はい。アナウンサーというとね、この表に出て話す仕事を皆さんイメージされるかと思うんですが、うん、地方局のアナウンサーは裏方の仕事もたくさんやっているんですね。はい、でそれで、それこそネタ探しから自分でしまして、取材をして、で時には現場に行って自分でカメラを回して撮影をして、カメラ回す、で撮ってきたものを動画の、VTR の編集をして、でそこからテロップを入れたりですとかそういったこともして、で最後自分が出演をして放送を出すという、まあ、一番初めから最後まで全部担当するという仕事なんですよね。びっくりしますね。はい、でそのネタというのも自分が伝えたいだけではダメなんですよね。NHK の役割として、そのこれを伝える意味は何なのか、この視聴者の方にとってためになることなのか、視聴者のことが求めていることなのか、あと NHK という立場で伝えるべきなのかっていうところも考える必要があるので、自分がこのことすごく伝えたら面白いと思っても、そういったこともいろいろ踏まえた上でネタを決めていくので、なるほど、やりたいと思ったら必ずやれるというわけでもないんですよね。で特にイベントの司会ですと、喋るだけではなくって、うんうん、この特に司会者として大切なことって、こういかに現場がスムーズに進行して、はい、そして主催者の方もお客さんも喜んでいただけるかっていうことが重要だと思うので、うん、司会者が主役ではないので、はいはい、本当に司会としての役割はもちろん、うん、やらせていただくんですが、それ以上に大切なことは、スムーズに進むためには、うん、他の方がどのように動いていただいたらいいのか、その中で自分はどういう役割を取ったらいいのかっていう全体を見ることが、うん、司会の現場でのアナウンスより以上に大切だと思っているので、そういったイベントを作り上げるというところから携わらせていただけるっていうのは今すごくやりがいですね。なんかこれは印象深いことだって、なんかだって皆さんアナウンサーとかキャスターの方のこういう裏話聞けるってなかなかないですよ。だって表に出てる方なんで、でやっぱあんまり裏話しちゃダメっていう感じ で、 そうです、ね、だから今回面白いんです、うん、だからなんかすごいどんどんハードルを今上げていただいちゃってるんですけど、どうしましょ う、 もうだからそれをね、やっぱり聞きたくないですか、こう裏話とか、よくほらちょっとお宝映像でよくキャスターの方の NG のやつとかがやったら受けるのは、おそらくアナウンサーとかキャスターっていうのはこう成功例しかこう仕事として許されないわけですよ、成功しかね、その中で失敗、今これ失敗したなっていうのを聞いてるんです。亀貝さんのお顔を見ていて思い出したことがあるんですけど、はい、もうこいつと出会ったのは失敗だってい う、 いうことかもしれません。皆さんもうね、もう、いいとこついてきたな。もういや、私の失敗の話ですからね。亀貝さん の、 インタビューさせていただいていた時に、はいはいはい、迫力のアクション映画っていう言葉を、はい、ワードを私が、うん、そのインタビューの中でしたときに、はいね、迫力のアクション映画が混ざってしまって、うん、アクション映画って言っちゃったんですよ。覚えてます？なんか覚えてますか？あったな、あった。私もそれもその瞬間、あーと思って、アクション映画、アクション映画ですよ。やっぱり司会者としてはちょっとそういった言い間違いは避けたいんですよね。ちょっと恥ずかしながらそういったところがあるので、ちょくちょくあるんですよね。うちに NG シーンがもう1個増えて、これねちょっとどっかに残ってると思いますから、今度ね、挿入映像でね、これ証拠がきっと残ってると思うので挿入しましょう、ここに、はいはい、そして亀貝さんは著書、本だけではなくて、なんと映画にも出演されているんです。皆さんすごい方なんです、亀貝さん。迫ション、ごめんなさい、間違えちゃいました。迫力のアクションシーン満載の、今ハクションって言いましたね、ハクションって言っちゃいました、アクション失礼しました。迫力のアクションシーン満載の映画トラバースです。
これ失敗したなっていうの面白いな。やっぱりこれキャスターとかね、あのアナウンサーの方の失敗ってね、美味しいんですよみんな。絶対そうだと思います。そうですね、あのもうだいぶデビュー当時ぐらいまで遡ってしまうんですが、いいですね、アナウンサーの採用試験の時にですね、はい、あの私がカメラでの前ですごくおそらく緊張していたので、はいはいはい、まあ、スタッフの方が私の緊張をほぐすために、うん、あのまあ、カメラの向こうに家族がいると思って話してくださいというふうに言ってくれたんですね。はいはい、でそれはまあこれから受ける試験をそういう気持ちでリラックスして受けてねという意味で言ってくれたんですが、うん、はいはい、あのその時のもう、まあ、完全に素人ですからね、その当時の私もその言葉を、まね、はい、あのその言葉を受けて、あのビデオレターのように家族にここでメッセージを言ってくださいと言われたと思いまして、あの、お父さんお母さん見てるとかって言ったんですよ。それやったんかい。それがですね、もうそこからもう笑いが起きまして、スタジオからそれで合格。そうなんですよ、もうそこでもう私もちょっと緊張がほぐれて、はい、あのきっと笑ってるところ引き出してもらったんでしょうね、きっと。あ、はい、っていうことがありましたね。でもそれをなんか受け入れるこの懐の深さすごいなでもそのまんまじゃんかいみたいなね。そうなんですよ、うん、でも、でもなんかそのままやる藤田さんをこいつ面白いなって思われたんでしょうね、きっとね。きっとそう思っていただいたんでしょうね。またね、こう興味深いね、藤田さんと盛り上がったことでね、自分ね、こう印象的なことがあったんですけどね、 AI と人っていうのがこれからね、社会の中で大きいテーマになってくるんだと思うんですね。まあ、各有自分、武道とかもね、いわゆるじゃあ武道、まあ、AI どうなのよってね、だそういうところの中で AI に道はあるのかっていうね、まあ、そういうこともそうなんですけど、藤田さんにね、その AI の話が何かで出た時にね、実はね、あの新人の教育もされてるんですよ、講師もやられていてですね、アナウンサースクールの講師もやられていて、新人の子にニュースを読ませる、で AI がこうニュースを読むと、そうするとね、AI うまいなって思っちゃうんですって言われたんですよ。はい、AI が喋ってるニュースはうまいです。だからそれね、基本に忠実で、藤田さん論っていうか、はい、あの AI アナウンサーにとって AI とはっていう、そしてこれからの層、そうですね、アナウンサーにとってのこう、うん、AI 論というか。どうです今の時代、あの1年経ってますしね、はい、またニュースを伝えるっていうことはやっぱり、うん、特にもうここは人間が、生身の人間がやるものだというふうに思ってきたんですが、うん、もう今は NHK のニュースでも、はい、あの AI がニュースを読んでいる枠がありますので、もう私もそれを見た時に、ああもうこういう時代になったんだというふうに思ったんですが、はい、まあね、それやっぱり AI は基本に忠実に読んでくれますので、本当に基本的なところを抑えていて、はい、聞いていて、もう AI 機械という違和感もないですし、うん、ほとんど、はい、やっぱりないんですね。でもやっぱり比べて機械って聞くと、うん、ちょっとこの部分はって細かく言うとあるんですけど、まあ、何気なく聞いていたらもう分からないので、でもその基本に忠実という意味ではすごくよくできているので、そんな風に AI がニュースを読めるようになったら、アナウンサー、生身の人間のアナウンサーは どういう役割を果たせばいいんだろうというふうにも思えてきてしまうんですが、ね、でもどうですかそこは。はい、そうですね、でもやっぱりニュースの前に顔を出して、うん、はい、冒頭のところはニュースを読むところがありますよね。そこで伝える伝え方ですとか、うん、の表情だったり、うん、あとはそのそうですね、そのニュースの映像が終わった後にもスタジオでこう受けた時の表情、コメントだったり、そういったところでも伝わるものというのはたくさんあると思いますので、やっぱりそういったところは人間ではないとできないことですよね。やっぱりどこまでこう AI が進化するかはちょっとまだ未知数で、自分もすごく詳しいわけじゃないので、もう今はそこまで行ってるんだよっていうご意見もあるかもしれないんですけど、まあ、うん、キャップを譲ってですね、ニュースみたいに、まあまあまあ、ある種我々から見るとこう正確に情報を伝えて、無個性な方が、個性があるとそこにこう囚われてしまうので、情報だけが欲しいというよくちょっと聞いたことあるんですよ。ニュースっていうのは逆に個性を出さずに淡々とこう正確に
まあ向こう、まあ、画面の向こうの人たちが、うんうん、何のこう引っかかりもなくスッとこう情報だけが入ってくればいいっていうことで言えば、うん、ニュースは100歩譲って AI でもいいかもしれないですけど、そうですね、そういった見方もあるかもしれないですね。でも例えばこういうやり取りとか、うんうん、自分のみたいなトークショーのこう、うん、司会をやってくださるとか、インタビュアーをやってくださるといったときに、うん、たくさんの情報を例えば AI にインプットして自分ので、そこからまあ会話の中で引っ張り出すということはやれるんだと思うんです、うん、AI でも。ただその場の空気とか、うん、顔色を伺って、うん、こう、あ、今のってなんかシアン引っかかるのかな、うん、引っかかることあんのかなっていうこととかはそこまではできないんじゃないかと思うんですよ。そうですね、顔色を伺うってあるじゃないですか、はい、もうこう微妙な目の動きがどうしたとかっていうだけじゃなくて、気、ブドウとか気って雰囲気とか、はい、そうするとあ、これってなんかちょっと思うところあるのかなって言ってそこを掘り下げていくとか、そういうところまではやっぱりこう言葉にならない、もしくは聞こえない声とか見えない、まあ、現象とか、目では見えないけど全体の情報として雰囲気として感じ取るとかっていう、もっと言うと気の変化とか、我々は結構気とか大事にしてるんですけど、そう、あ、今気が変化したなっていうのは分かるんですね。ですからそういう意味でのこうところはいくら発達してもその層はどうなのかなっていうところもありますし、まあ、特にこう精神とかって言われるもの、まあ、人の成長ですよね。 AI の成長っていうのはおそらく知識的なこう成長から来るものであったりとか、まあ、いわゆる経験値は積んでいけるんだと思うんですけど、まあ、情感とか感情的な成長とか、まあ、よく人間が成長するって言われるような、まあ、もっと言うと進化論の中での生物としての進化と AI の進化っていうのはまたちょっとね、こう人間すらまだこう脳生理学だったりすると脳は一説によると 95% から 97% 以上使われていないと言われているのに、なぜまだ動き出してなくてしかも搭載されているのかということがわからないのにもかかわらず、まあ人間自身の開発がまだされてないのに AI の方がっていうのもちょっとね、道というのはそこのところを開発していく道だと思っているので、なんかねそこのところはこれからまた研究対象として、まあ人だからこそ道をやると、これからの社会の中で人らしい人だからこそ大事にしなきゃいけないところが浮き彫りになるんじゃないかという持論を持ってるんですけど、そこら辺はなんかこうアナウンスをやられながら、まあニュースはともかくとしても、これってこの仕事ってアナウンサーでキャスターや、まあ、司会とかインタビュアーとか、この仕事は今のところ藤田さんが思われる中で AI では無理なんじゃないかなっていうのってどんなものがありますか？そうですね、やっぱりそのニュース自体は AI でももしかしたら変わる、変わりが効くかもしれないけど、確かにそうだなとも思いまして、でもやっぱり変える、必ず人間がやらなくてはいけないところは、番組でも冒頭の部分でこう最近感じていることだったり、最初のオープニングトークってありますよね。やっぱりそこはAI には絶対できないので、やっぱりできないんだ。やっぱりそこは朝起きた自分の体感で、今はこういう風に感じますよねっていうことを伝えたりですとか、あと世の中で起こったこういったことを人としてこう感じますよねっていうところを伝えるっていう部分はあると思うので、そこはやっぱり機械では変えられないので、はい、そこをアナウンサーが役割を果たすことで、やっぱり そこで伝えていることによって、他のコーナーでニュースを読んでいるときに、はい、例えばニュースを読むコーナーではただニュースを読んでいるだけだとしても、あの冒頭でああいう話をしていたアナウンサーが伝えるこのニュースということで、特にそのただ淡々とニュースを読んでいるだけでもその人が伝えるということに意味があると思うので、その人への信頼感というのはきっと視聴者の方はあると思うんですよね。それは失いたくないですよね、はい、人って本当に、はい、私自身もその憧れた小学生の時に憧れたアナウンサーの方がいらっしゃって、でその方のようになりたい、もうとにかくその方自身に憧れたので、
でその方もニュースを読んでいるシーンを見て私は憧れたので、そうやっぱりその人への信頼というのはありますよね。人への信頼ね、あの、はい、いいこと聞いたな。だあの、はい、AI は憧れないでしょうね。そうですよね、うん、もう最近はちょっとそのバーチャルなあのキャラクターも登場していて、そのキャラクターがねすごく魅力的だったりっていうのはありますけど、でもやっぱりニュースを伝えるのはね人であってほしいですよねと私は思うんですが、逆に、はい、あの逆なことで、確かにその AI に憧れる人間があったとしてもですね、AI 自体に憧れる能力っていうのは果たして本当に憧れるというこの正体不明な感情が果たして作れるのかというのも、うん、AI は憧れないんじゃないかと思うんですよ、うん、憧れってなんかこうプログラムできるようなもんじゃないですよね。なんか説明もつかないし、ね、微妙にえあの人に憧れてるんですって言ったら、隣の同じような人は、うん、なんであんなのがいいのっていうのは情報から来るもんじゃないですもんね。そうですね、確かにそうですね。なぜか化学反応があるというか、はい、人間同士の、はい、うん、まあ、波長が合うとか、はい、なんかこの人みたいになりたいって思うのは、うん、誰もが思うとは限らないじゃないですか、うん、藤田さんが憧れた方となんか、まあ、同じアナウンサーでも、うん、今年別にピンとこないけどっていうのの違いって、うん、おそらく AI には、我々が AI だったら、うん、憧れること自体がわからないかもしれませんね。そうですよね、うん、やっぱりそういった繊細な感情というのは人間だからこそ感じ取ることができるので、アナウンサーという仕事はなくなってはいけないと思いますね。はいはいはい、はい、もういい結論やなもう本当に、アナウンサーという仕事はなくなってはいけないと思いますね。その全てを熱い方